はい、コロイデ音楽塾代表チョロです。今回はですね、指弾きストローク講座ということで、アコギの指弾きのストロークについて説明したいと思います。僕、専門はエレキなんですけど、まあ、アコギでソロのギター弾いたり、エレキでもね、そういう指弾きのプレイとかあったりで、もちろんアコギも教えたりするんで、ちょっと今日は基本的なところから話したいと思います。で、まず最初に今回やる中でのその最終的な目標のフレーズですね、ちょっと弾いてみたいと思います。こういう感じです。ちょっとね、おしゃれなこういうぐらいのが弾けるようになってもらえたらいいなと思って、まず基本から教えていきたいと思うんですけど、まず、使うコードですね、あの Am、Cd、Gg 全部ハイコードになってますけど、ちょっとわからない方はですね、ちょっとこれ覚えてもらって、 Am は5フレット人差し指ですね。で、5弦7フレット、4弦7フレット、こういう感じ。で、次 C のコードが3弦の5フレットから下人差し指で押さえて、で、薬指で4弦の5フレット、あと3弦2弦の5フレット。こういう感じです。で、D マイナーが今度人差し指が5フレットに行って、で、4弦7フレット、3弦7フレットで、2弦6フレットですね。で、こういう感じですね。で、次 G が人差し指が3フレットに行って、5弦4弦が5フレットで、3弦が4フレットですね。こういう感じになっています。まずちょっとこれをわからない方は覚えてもらってですね、で、これが全部弾いてないんですけど、タブ風にするとこういう感じになってます。で、ちょっとこれ弾いてみますね。このここだけですね、この上のところを弾いてほしいんですけど、感じです。ちょっと繰り返します。こういう感じですね。で、これ普通にストロークすると全然難しくないんですけど、指弾き慣れてない方っていうのはね、まずこの指の使い方ですね。で、そんなに難しくないので、本当にこの手を弦にこう置くだけです。で、これ、最初のところが6弦が親指ですね。で、ここ3つで人差し指、中指、薬指という感じで置くんですけど、4弦、3弦、2弦、6弦に親指を置いて、4弦、3弦、2弦と指を入れていく感じ。こうグッとやると自然に指が弦の中にこう入り込むっていうんですか、そのぐらいまでやっちゃって大丈夫です。グッと押さえると自然にめり込んでいくと思うんで、その感じで。で、弾くときなんですけど、弾くっていうよりはこう握るって動作ですね。はまったら握るっていう感じ。そうすると自然と親指と人差し指、中指、これ全部中心に来るんで、押さえたら握る、押さえたら握る、押さえたら、あんまり強くやりすぎると弦に引っかかっちゃうんで、まあ、優しく握るっていう感じですね。で、それを繰り返します。押さえて握る、押さえて握る、押さえて握る、押さえて握る。まず一つのコードでいいんで、ゆっくり、で、慣れたらこの
押さえた時に音が切れる、この隙間をなくしていくっていう感じですね。押さえた瞬間にすぐ逃げるようにやっていく。こういう感じです。ちょっとこういう動きでもう一回こっちをやってみましょう。いきます。感じですね。で、あの A マイナーのところはこれ6弦が親指なんですけど、 C と D は5弦を親指にしてます。で、人差し指、中指、薬指はずっと同じところです。で、また G のところは6弦ですね。これいわゆるルートーンといってベースが弾くところですね。これがすごいコード感が出ますよね。なのでこの親指の位置だけちょっと変えるっていうのを意識してもらって、っていう感じで弾いてみてください。で、これストロークだと全然難しくないと思うので、ちょっともう一段階進みますけど、これにシンコペーションをつけて弾いてほしいんですね。この下の感じです。全部コードチェンジのところがこう食いのリズムで入るっていう感じですね。ちょっとこれに挑戦してみましょう。こういう感じですね。じゃあちょっともうちょっと続けてみましょう。感じです。もう毎回毎回こうシンコペーションするんで、ちょっとせかせかするかもしれないんですけど、ゆっくりやればできると思うんで、で次回はですね、最初にやった目標のこのカチッって音ですね、これストリングスヒットっていうんですけど、ちょっとこれを加えたフレーズ、これのやり方などについて説明していきたいと思います。今回はここで終わります。コロイデ音楽塾代表チョロでした。ありがとうございました。